南ホイール2018出演アーティスト呼んじゃいました。呼ばれちゃいました。エゴイストジャム。エゴイストジャム第1番こと清水大地です。南ホイール2018出演アーティスト、ゲストはメイメイホワイトシープです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは自己紹介お願いします。はい、メイメイホワイトシープスのギターボーカルのパーマです。はい、ドラムの BOU と書いてボーです。はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一人いらっしゃるんですよね。はい、はい、紹介していただけますか。もう一人、歌とキーボードとギターをやってくれてるおぎこがいます。はい、で3人で、はい、でベース絶賛募集中ということになっておりますが、はい、メイメイホワイトシープス結成はいつですか。2015年の、うん、まあ、大体冬から春ぐらいですね。はい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 、はい、それ何がきっかけでどういうふうにメンバー集められたんですか。大学の軽音部で集まった感じで、うん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 、僕が集めました。うん、どういうふうに声をかけてきたんですか。まだ将来決めてないような感じいいね、うん、で軽音のメンバーからっていうことですか。そうですね、うんうんうん、で声かけられてどうでした。びっくりしましたそんなに、うん、関わりなかったから、うん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 、突然、うん、誘われてびっくりしました。うん、でその時にこう入ろうと思ったのはどういうところで。やってみたかったので、うんうん、嬉しかったので、うん、なるほど。その時にも軽音の時 もずっとドラムを叩いてらっしゃったんですか。ドラムを始めたきっかけ何聞いてもいいですか。は、はい、母親がやれって母ちゃんがやれってお、それまでなんか楽器やってたんですか。例えばその小さい時にピアノを習っていたとか、なんかエレクトーンやってて、ベースも出た、ドラムをやれって言われてやり始めました。それ大学に入って軽音をに入るきっかけがもうそのお母さんから言われてですか。高校の時とかちょっとやったりしてた。うんうんうん、なんでお母さんは突然またドラムやったんですか。なんか追っかけてるバンドがおってドラムの人が好きやったみたいで、ほう、それでドラム叩いてくれへんってめっちゃポップな母ちゃんちょっとそこ掘っていいですかえ、そのお母さんは何を追っかけてたんですか。フィールドオブビュー。フィールドオブビュー、はい、が好きで、じゃあそういうドラムを叩いてほしいっていう思いと願いがあってはい、で、メイメイホワイトシープス入ってどうですか楽しい楽しいはい、わかりました。で、メイメイホワイトシープススタートしました、はい、で、その後のこう活動ってどういう形で活動されてらっしゃるんですか。最初は結構ゆるく、うん、ゆるく本当にライブしてるだけだったんですけど、うんうん、まあ、最近その CD 出したり、うん、MV 作ってみたり、うん、本格的、うん、というかまあバンド活動してるなって感じの、はいはいはい、活動してます。うんうんうん、何年ぐらいその空白の時間があったんですか。最初の1年半ぐらいは特に何もしてなかったみたいな。スタジオも入らず。あ、スタジオ入ってたんですけど、うん、なんかそのレコ発とかそういうのがよく分からなくて、うん、とりあえずなんかライブ誘ってもらったやつ出るっていうのをのんびりやってた感じですね、うん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 、マイペースに。それも趣味としての感じですか。最初はまあそんな感じでしたね、うんうん、でも最近は変わってきたんですか。そうですね、うん、なんかやっぱいろんな人に聞いてもらって、うん、もっといろんな人に聞いてほしいなってなりました。そうなるとやっぱ作るその作品とかの色とかも変わってきますか。あ、そうですね、うん、なんか最初はまあこれでいいんじゃんみたいな適当な感じがあったんですけども、最近は自分たちがいいと思うようにしようみたいな、うん、いい感じにしてます。あー、なるほどね。どういった時にこう曲って生まれてくるんですか。作るかなって時に作ってる感じなんで、ほう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 、急に打ってくるとかないですね別に。あ、そうなんです。作ろうとして作ってる感じなんで。ああ、なんかそれは一つのテーマを決めてとかですか。あ、でもそれはある感じですね。例えばどういったテーマでこれまでの作品出来上がっていたとか。そのスーパーカーシンドロームに関しては、うん、まあ、スーパーカーっていう日本のバンドがいるじゃないですか、はい、それへの、まあ、憧れとか敬意とかを込めて作ろうみたいなテーマでやります。あ、まあ、そういう別にバンドじゃない時もあるんですけど、うんうん、羊のフォークって曲だったら、はい、ほんまに羊
羊の牧場っていうテーマで作ったりみたいな、はいはい、っていう感じです。ああ、じゃあもうある程度こうテーマを決めて、ああそうですね、狙い撃ちしているところがある。ああそんな感じ。ああでまたなぜスーパーカーだったんですか。全然世代って違いますよね。あ確かにね。でも男女ツインボーカルが好きなんで、うんうん、って言ったら日本のバンドで一番最初に出るのがスーパーカーなんで、あ自分的に。ああなるほど、はい。でももう知った時にはもう解散とかしてるんじゃないですか。あそうですね、ギリギリイラストライブとかこんな感じで一回見たことはないんですけど。あはい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 。でもめっちゃかっこよかったんで、うん、じゃあそのめいめいホワイトシックスもそうなっていきたいと。そうですね。ああそういう思いがあっての活動なんですね。はい、はい、ぜひスーパーカーシンドローム MV チェックしてください。よろしくお願いします。ここからカラッと変えまして皆さんに行きたいと思いますので、はい、はい、南ホイール2018出演おめでとうございます。おめでとうございます、はい、何回目の出演ですか。今年で2回目になります、うん、何年ですか。1回目は、去年。おってことは2年連続ということで、はい、いかがですか。1回目出演された時の印象っていうのは1回去年は、うん、1日目の1発目だったんで、うん、もう必死すぎて、うんうん、それは自分たちの出番終わってからの記憶があんまないんですよ純粋に楽しめてないとい う, もうもう精一杯すぎて、もうあの南堀エネブっていう一番会場の端っこのところ で,、はいはい、でそこに1日目の一発目に何としても見に来てもらわなきゃいけないって、うん、なってたんで、うん、コンピ CD を作ったり、うん、缶バッジを作ったりでいろいろグッズを用意したんですけど、うん、もうそれでほんまに必死すぎてどこどこ見に行こうとかそういう楽しみ方できなかったそう、もうメンバー全員が、まあそうですね、もう必死で必死で、はい、何としてでも人集めなあかんっていうところですか、はい、やっぱそういう気持ちにはなるんですね。なりますね。せっかく出るから、うんうんうん、いろんな人に見てもらおうってなりました。で、実際やってみてどうでしたか。ワンフロアの雰囲気っていうのは、うん、そのやっぱ出るまで、ステージに出ていくまでお客さんほんまにいるんかなみたいな、うん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 、めっちゃ怖い気持ちで出たらたくさんいて、うん、すごいテンション上がりましたね。あ嬉しかったです。なるほど。そのコンピ CD でも全部自分たちがそのアーティストに声をかけてですか。あそこですね、ライブハウスの人がすごい協力してくれて、うんうん、もう7割ぐらいその人のおかげなんですはい、それで助かりました、かなり。で、それでコンピ CD を作ろうと、はい、作った作って、で、もうそれも配って来てくれたお客さんに配って、あ、そうですね。で、缶バッジも自分たちも配って、あ、そうですね。はぁ、頑張りましたね。頑張りましただからもう出番終わった瞬間から疲れすぎて、おもう何もしてないですほんまに何もしてないですなるほどで、それを踏まえて今年2018年、はい、なんかこう考えてることとかあったりとかしますか。今年は見に来てくれた人に、うん、まだ発売してない新しい音源の CD をプレゼントしようと思ってます、うん、あ無料配布、はい、おいぜひ来てください。ぜひ来てください。よろしくお願いします。それは来ないともらえないっていうことですよね。来てくれた人だけお渡しすると、はい、もうそれ以降はもうないということですよね。今のところ考えてない、今のところ全然考えてないということなので配るということですもん、はい、どんな楽曲になってるんですか。結構僕らの曲は、まあ、ポップで、うん、ソフトで軽めな曲、うんうん、というかまあ楽しい感じの明るい印象の曲が多いんですけど、うんまあ、割と今回その配ろうと思ってるのは、うんまあ、ロックというか、うん、力強いクールな方の、はい、こういうのもありますよっていう感じの、うん、メイメイのかっこいい方のメイメイみたいな感じの曲です、うんうんうん、ああなるほど、はい、こうそうギターサウンドが強めになってる感じですか。あそうですね。わかりました。 BGM 流しておきますんで、はい、今流れてるのがその楽曲なんで、ぜひともねチェックしていただきたいと思いますし、また受け取っていただきたいなと思います。で、それに合わせて、はい、なんとなんとミュージックビデオも公開されるということで、はい、はい、これまたどんな作品になっているんでしょうか。これは夜中から朝までかけて、うん、海の近くで撮りました。うん、なんか、なんて言うのもうほんまに演奏シーンだけをクールに撮ってる感じの、うんうん、もう全体的にクールみたいな、うん、印象の MV ですね。で、これもパーマ君が作って、あ、これはちゃんとスタジオに依頼して、撮影スタジオに依頼して、うんうん、の内容とかもそっちで考えてもらって、うん、っていう感じで。ああ、なるほどね、はい、楽曲自体はパーマ君が作って、あ、そうですね、はい、これはもう今回に向けてですか。ちょっと前からあったんですけど、うん、なんかまあ気づいたらこの曲めっちゃいいやんみたいなメンバーの中になってて、うんうん、押していきましょうみたいな。ああ、なるほど、はい、で、その音源もらってゴーちゃんどうでした。
いい曲やなとメンバーが思うっていうのが一番大事だからね。でそれをぜひとも皆さんね受け取っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また動画作成の励みになりますのでコメントもお待ちしております。そして紹介してほしいアーティストがいましたらぜひ教えてください。じゃあまたねー。